皆様、こんにちは。カワポンです。えっと、今日は、立教大学の経営学部の特典開示のご紹介をします。えー、実際に2024年度に受験されたからいただいた情報になります。で、立教の特典開示に関してはね、あの、かなりね、もう3年分ぐらい多くまとめておりまして、えー、ご協力ありがとうございます。で、これ以外にもね、まとめたものは、カワポンパック資料1に入ってますので、えー、ご興味ある方はコメント欄をご覧ください。では、今日はね、あのー、24年度に、 受けられた方から、特にね、参考になりそうな事例を1個ピックアップしました。これ、後でね、志願者とか、えっ、ー、と、倍率もご紹介しますので、まずは特典開示の情報からいきます。では、順を追って説明してまいります。で、まず A さんですね、えー、ご、ご情報、情報提供ありがとうございました。で、A さんは、えっと、あ、その前にすいません、えっと、立憲の経営の配点を、えー、説明しておきます。これは一般入試の5回日程の配点になります。 えー、経営学部は英語の配点比率がね、43%。えー、350点中150点なので、これ43%は、えー、と一番高くなります。スポーツ科学部も40%を超えてまして、えー、とその2学部がね、英語の配点がとても高いですで。特に経営はね、人気も高いですので、かつ英語の配点が非常に大きいですから、英語がもう大変重要ということになります。 国語と選択科目は同じ配点比率で29%、29%ですね。まあ、ちょっと四者五人の関係でね、合計が101%になるんですけども、まあ、とにかく英語の配点が一番高いということにご留意ください。で、A さんからね、いただいた情報は、A さんはね、国際経営学科を2月の9日と2月の13日、2回の日程で、えー、受けられております。で、英語がね、何で出願されたかというと、英検と協定両方で出願されています。で、英検が、えっと、順位 1> 1級で,で、点点協定がえっと点ということで,す、ね、でまあ、立教の経営の基準からするとね、ちょっと英語に関してはややビハインドがある感じの点数かなと思います。で、まあ、どっちが採用されたかはね、これ非常に悩ましい問題で、これ非公表ですので、えー、大変これね、難しいとこなんですけど、まあ、個人的には、ちょっと教手がね、ほぼ8割なので、協定が採用されたのかなと思ってますが、 ちょっと間違ったらごめんなさいです。まあ、あの、その前提で進めます。はい。それで、まあ、一応じゃあこれで出願されて、えっ、ー、と、多教科特典率どうだったのかっていうところですね。えっ、ー、と、2月9日は、えっ、ー、と、国語と日本史両方受けられて、合計69%になります。で、えっ、ー、と、特典の内訳がですね、国語が68%の特典率。で、日本史が69%の特典率ってことですね。で、一応これ何って書いてるんですけども、 えっと、これね、あの、実際に、えっと、2024年度に立教大学を受験された方、2月9日に受験された方に、あの、当日にですね、試験当日にチャンネルでアンケートを取っています。で、その日の、えっと、国語と選択科目の難易度を体感で結構ですので、教えてくださいということで、えー、聞いてます。で、まあ、標準か何の二択でお答えいただいた感じです。 で、例えば2月9日の国語だと難が46%ですので、アンケートに答えていただいた方の46%は何。 つまり残り54%が標準とお答えていただいています。で、日本史は何と答えた方が41%ですので、まあ、このアンケートだけで判断すると、何と答えた方が過半数を切ってますので、まあ、比較的標準的なレベルだったかなと思います。で、その結果、まあ、合計得点率が69%で、えっと、2月9日は残念ながら不合格という形になります。 はい。そして2月13日見ましょうか。英語の基準は変わらずこれで出願になりまして、えー、2月13日ですね。えー、っと、多教科合計点が77%ですね。だいぶ頑張られましたね。で、国語に関しては、えっと、72%の得点率ですで。実際アンケートで何と答えた方が54%でしたので、えっと、2月9日と比べるとやや国語は難しかったようです。なので、あの難易度が上がっているにもかわらず、あの A さん得点率上がってますから、これはだいぶちょっとアドバンテージに働いたのかなと思いますね。そして、えー、注目は日本史ですね。この日の日本史はなんと答えた方が69%で、あの、めちゃめちゃ多かったです。で、ほぼ7割の方がなんと答えられましたので、あの、難しかったとも想定されるんですけども、えー、っと、A さんの得点率はなんと81%なので、えー、っと、だいぶ頑張られたということですね。ですので、えー、まあ、ちょっとこの辺も、えー、だいぶ、あの、 アドバンテージ。これ当然ね、あの日程ごとに得点調整というかね、あの、得点調整みたいなのされますからね。えー、ですから、ええー、まあ、他科の難易度が高いにも、低い高いにもかかわらず、ある程度高得点取られましたので、えー、合計77%。で、ええ、このビハインドをおそらくカバーされたということでしょうね。これで、えっと、見事2回目合格になります。で、 立教大学は合計4回に分けて合否が出されるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、1回目が、ま、言ま、正規合格みたいな感じです。で、2回目以降が、えっ、ー、と、欠員補充の意味合いが強くなりますので、えっ、ー、と、2回目、3回目、4回目と開示が下るごとに、えっ、ー、と、合格ギリギリのラインとなります。2回目も結構これギリギリのラインですので、これかなり参考にしていい数字かなと思いますので、えーまあ、ぜひご参考ください。はい。えー、ということで、 で、次に、ちょっと直近の志願者と倍率に移りますね。はい。ちょっと私、画面から消えますね。はい。で、立教大学ですね。はい。えっ、ー、と、直近5年間のね。 一般入試と協定利用別に志願者と倍率をまとめました。で一般入試軽く見とくと、えっ、ー、と、偏差値がね、河合塾9月現在ですね。高いですね。経営学科が65ですから、これ G マーチだともう最高になります。で、国際経営62.5となります。で、えっ、ー、と、ちなみに2021年度に立教は入試改革をして、そのいわゆる個別学部入試を廃止して、まあ5回の日程から選べる、えー、方式になりました、うん。で、英語の独自入試も基本的に廃止となりました。 はい。2021年が入試改革年度ですね。でね、まあ、あの、全体的に一般入試に関しては、えっと、まあ、2021年の改革初年度はね、結構志願者がどの学部もガッと増えたんです。で経営学部も、あの、経営学科、国際経営学科ともに増えてますが、その後ね、結構下落してるイメージですね。特に経営学科はね、下落がだいぶ激しいですね。もう2021年以降、もう、えー だだ下がりです。3年連続だだ下がりです。ですので、えっ、ー、と、経営学科なんかは2020年と2024比べるとね、半分とまではいきませんけどね、2434人が1406人。で、倍率ももうね、10.5倍から4.3倍にだいぶ落ちてますので、えー、ま、難関ではありますけども、やっぱり人頃と比べると、えー、入りやすくはなってるはずです。で国際経営学部に関しても、えっ、ー、と、倍率はかなり、 下落してる感じですね。2024は3.7倍でしたからね。ということになります。はい。そして、協定利用の3強化方式になります。で、河合塾のボーダーでもね、やっぱ高いですね。経営学科が86%、国際経営学科が85%となります。で、えー、っとね、経営学部も、えー、っと、経営学科も国際経営学科も、やっぱり志願者は、まあ、傾向と見ていいですかね。 そうですね。経営学科なんかやっぱりもうずっと下落してますね、これね、えー。4年連続下落で倍率もかなり減ってます。で、国際経営学科はね、えっと、少しね、あまあ、2020年と比べるとね、だいぶもう500前後なんで低いですけど、まあ、少し核燃減少みたいな感じになってる気もしますね。えっと、なので、核年が起きると、えっと、2024は、 上昇しましたので、えっと、2025年はちょっと下白するといいかなという感じになります。はい。ということで、立教の経営学部の特典開示情報と、えっと、志願者倍率でした。また他の学部も作りたいと思いますので、えっと、引き続きよろしくお願いします。それでは以上になります。さようなら。